頑張れな。はい、どうもプライムです。はい、どうもロッピーです。あ、そうだよ、三千世界だよ。これ本当に三千世界なの？これこれいけるいけちゃった。え、ちょっと話しかけようよ。え、違うの？あれおボスじゃないっぽいな。あ、違うんだこれ。今いけるかなって思ってさ、行ったら本当にいけてびっくりした。何これ、三千世界って誰だ？あ、羅生門だ。羅生門か。すがバサラ王様の直属の、直属ってひらがな。バサラは漢字で、なんで直属がひらがななんだ。わけがわからぬ。手ごわい。ここはわしの先を急げ。なんか心強いんだか心強くないんだか。私に任せろって言うけど、お前そこで何やってるって言うんだよ、ね、うん、ずっと足踏みしてるだけ。軍人、三千世界様はこの世の成り立ちを変える恐るべき技の。え、怖っ。その力でその自ら恐る。戦い、マジで。あれ、出てきた。敵出てくるじゃん。え、うん、なんだこれ。極卒じゃん。極卒。大神極卒。極卒、極卒、極卒。あ、これ倒せたな。絶好調。一発だ。いや、でも強かったでしょ、絶対今のやつ普通にやったら。俺の出番がみたいな。あんなでかいもん。洞窟がいっぱいあんな。やだやだ。洞窟ない方がいいんだよ、一番。お。おのれカルラメ、桃太郎、桃太郎、これを。何があった？あ、高画質やったじゃん。もう一個、もう一個。あ、消え去った。いらねえ。心の底からいらねえ。なんで雪？雪おにぎり食って体力50回復ってもおかしい話だよね。きびだんごの方が嬉しいっつうの。雪で、かき氷でしょ。雪、いやいや、雪玉でしょ、雪玉。そうだよ。雪玉なんて食べたら美味しくない、硬いし、雪玉だったら。かき氷ならサクサクで美味しいかもわかんないけど。お。その前に。鬼よけして赤鬼に話しかけるっていう、そういうスタンス。お急ぎ、我ら鬼族、あなた様の手助けをいたしましょうぞ。金相太。おー、なんか、嬉しいね。嬉しいもんくれるね、いちいち。意外に。捨てるもんねえな。いや、さつまいもだろ。捨てるもんねえな。山嵐いらないんじゃない。山嵐あった？あった、あった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 。玉ばっかでさ、ほら、わかんねえぞ。会心の玉。会心いるね。会心の玉か。これ、金太郎に持たせたいけど、さつまいも本当にいらないよ。どうしよう。金相太いらないんじゃない？じゃあ。金相太いっぱいあるな。正直俺ら死なないよ、そんな簡単に。うん、黄泉の衣もいらねえんだけどな。捨てられんのかな、それ。会心の玉の方がいるか。いや、実際さ、どんだけ強いのかわかんねえじゃん、うん、な、うん、だからさ、うん、親父はさ、そりゃ全力尽くしてさ、はい、頑張っていくしかねえじゃん。はい。たとえ今死んでもさ、はい、後悔がないように呪いが知らないしていくしかねえじゃん。はい、だからさ、はい、全力尽くしていこうや。は？は？なんで最後は？はい、うん、だからさ、はい、みんなで力合わせて頑張っていこうや。なんだか、なんでそこだけ理解できねえんだよ。アホか、お前は。あ、しこめみたいな。ヤマンバか。ヤマンバか。ババが戦っちゃ変かい。変だよ。みんな味方になるっていうあれなんだ。ね。普通、ババは戦わねえからな。ほんとだよ。ババは。ここまでどうやって来たんだ、あの地獄を、ね、通り抜けて来れたのかい、ババ。一歩進んでは桃太郎のため、二歩進んでは浦島のため。これ、ウワンだな。技の先図？技の。何、技先図って。気になる。さつまいも、さつまいも、さつまいも、山、あ、きびだんごいいじゃん。うん、気になる。たぶんね、あの、先ずって確かに最大上がるんじゃなかったっけ。あ、ほんとだ。だこれを誰に使うかっていうと、うらしいじゃない。あ、桃太、うらしいだな。太郎以外なら誰でもいいな。に
てかさ、センズってさ、今までセンズ屋さん俺たちスルーしてきたけど、こういうのが売ってたってこと？そういうことで、高かったじゃん、当時。ああ、そっか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 。9500円とかで全然買えなかった。あれか、インドメタシンと同じぐらいで、そうそう、そういうこと。いまいましい。あれ？新キャラだ。うわぁ、なんだこれ。うわぁ、もう今にも、カキーンってホームランいきそうな。ウーチャカがいっぱいいるよ、ウーチャカが。ドンガサカ、ドンガサカ、サマーランド。なんか挙動が遅いぞ。は？あらら、一番の稼ぎ頭が。稼ぎ頭が。なんか動きが鈍いぞ、ウシャカのせいで。麻痺してるからね。まあ、麻痺してるからね。麻痺よけ。ああ、麻痺よけはあれか。麻痺はね、浦島で確か。クソ使えねえな。キンタは。ん？オッケー。キンタじゃねえ。キンタだ。え？お、ウシャカ。ウーチャカ弱いよ、ウーチャカ。ウーチャカって知ってる？ウーチャカって誰だっけ？爆笑問題、田中。あ、田中か。そう。なんかあったね。なぜかね、僕のことウーチャカって呼んでって言ったらしいよ。それなんだっけ？なんか爆笑問題の番組でやってたんだよね。え、だから、結構、いろんなとこで言ってる。やべえ、アシュラ死ぬ。アシュラじゃねえ、ウラシーが。ねえ。俺さっきさ、うん。なんだっけ、爆笑問題について調べててさなんでなんか爆笑問題の太田さ、爆笑問題調べてたら飯食え飯よ爆笑問題の太田はさ、学生時代友達がいなかったらしいんだよ。あ、で修学旅行もさ何も一言も喋んなかったらしいんだけど、あ、それでも解禁賞取ったらしいよすごいね、うん、すごい。一言ももうね、一言も喋んないっていうか、もう本当もう必要最低限の、そう、これ後ろに渡してぐらいのことしか言わないみたいな、うん、そう、それもすごいねそうで、なんかね、よく解禁賞取ったなって思って。本当だね。これ何、何これ、うお、だからさ、もうここす、これ何が落ちてる、虫貝。うわー、カゾー。わあ、プレミアム低反発枕バクの夢だ。噛んだからもう一回。プレミアム低反発枕バクの夢だ。んー、しかも今伝わらないんだよねそれ伝わらないんだよそれ。よくハッチャンをね見てた人なら、知りたがりやってた時のハッチャンを見てた人ならよくわかる。今もやってんの？何知りたがりって。いわゆるさ、徳田での後の番組、うん、ああどうなってるの？ニュース番、今あれやってるけど、したらの、あ、どうなってるの、終わっちゃった？ナイスワンじゃなくて、なんだっけ、うわ、名前出てこないよ、やばいよ。俺見たことねえからさ、なんだっけな。あ、倒した。ナイスワンじゃなくて、ナイスワンは違う、ナイスワンは違うんだよな。答えてちょうだいは。どうしたの、答えてちょうだいは。いや、懐かしいな、とっくに終わったわ。どうなってるの、どうなってるの、どうなってるの、答えてちょうだい、分かってちょうだいとか散々終わって、知りたがりになって、知りたがりが、うん、何だったの、なんだっけな知りたがりはね、2時からになったんだよ。知りたがり、で、設楽がやってるノンストップだ、ノンストップだ。何それ、面白いの。面白いっていうか、まあそういう、その、まあいわゆる知りたがりとか、その時間帯にやる番組で、松本伊代がね通販やってんだよ。ああ、はい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 、そ、俺そこだけ見たことあるかもしれない。あ、見たことある、うん、その時に例えばこれ今日やりますって言って、これと一緒に、まもなく、漏れなく今応募購入いただいた方にはプレミアム低反発ま、低反発、あ、またわかんだ、はい、もう一回、低反発ってなんだよって言っちゃうんだよな。プレミアム低反発、もう一回、もう一回、もうダメだ、ダメだ、ループに入ってるこれ。今のいい、松本伊代がからの下り、もう一回いや、松本伊代はね、つって、うん、通販やるわけよ、うん、で、その番組の、番組ってそのコーナーの最後に、うん、その今購入いただいた方にはもれなくプレミアム低反発枕バクの夢をプレゼントっていうわけ。うん、で、その枕、低反発枕は何なの結局。だからそれおまけ、いわゆる。あれ、お、え、マジでこれ、いきなり、高木、三千世界なりずっと待ってたぞ。我が魂が住むところは、主味線を中心とし、周りに4つの州あり。
さらにその周りに9つの山と8つの海と、あと6つのチンコ。この世界一つを小世界と呼ぶなり。なんで今下ネタ挟んだの？呼ぶなりよ。呼ぶなりよ。小世界を1000つ集めて、小仙世界へと呼び、それをさらに3つ集めて、中仙世界って言って、大仙世界と呼ぶなり。本当の我が名は、3000大仙世界。うるせえか、この野郎。何言ってんだ、お前は。日本語喋る。足し算、なんだお前、畜生お前。この2000万パワーと2000万パワーで4000万パワーだみたいなさ。いや、増えてないじゃん、足しただけじゃん、それ。戦え。準備してねえんだけど。いけるいける。お前ならいける。うわぁ。うわぁ。六角使ってみんな色違いなんだね、ここら辺は。六角使ってこう。六角もったいなくね。いや、だってうちのこいつあるから平気平気。いつもの感じで。そうだな。とりあえずこいつ、まどろみやっとくか。なんか何使ってくるかわかんないけど。確かに。殴るしか、説明がなんか面白いな。ひどいよな。守ろう。よし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 。ぎ。よっしゃやってよかったやってよかったなんだぎって。チートすぎるだろ、これ。チートすぎる。もう張り手も相当ひどいけどね。まあね。375、いいね。強いね。で、あれだろ、これ。仮染めだろ。仮染めだね。いや、今日あれなんだよ。男の子の日？違う、今日、男の子の日なんてもう存在ない。存在しない。うん、で、今日まあ、俺ば、まあ、仕事あったわけ。うん。で、それで出かけてね、ってやったら、お祭りやってるわけよ。祭ってた。俺らもよく行った、あそこだよ。あの、本屋の前の。うん、ああ、はい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 、はい、そう、あそこやっててさ、でも俺行かなきゃいけないからって言ってさ、で帰って、なんか帰ってきたらさ、うん、もがと片付け始まってるわけ。もう10時ぐらいよ、はい、ついさっき。で、そんでさ、そのうわなんだよって思って帰ってさ、で俺神社の家の近くあるじゃん。あるね。で、そこ行くと神社の公園くっついてて、そこって、うん、で見たらそのさ、ブランコのとこにさ、うん、方の多分中高生ぐらいかな、なんかカップルがさ2人で座って線香花火してる。いいじゃない。うん、俺もしてー。あーね、線香花火がしたいって話。え、違う、そこじゃない。そこじゃない。そこもだけど、そこじゃないんだ。もっといろんな要素が絡まってきてんだ。今の俺の話聞いてた？今そうだ、線香花火したいって最初最後叫んだよね。違う、だからそう、わかるじゃんか。うん、そういう、それだけじゃないじゃんか。もっといろんな要素あるじゃん。いろんな要素、ブランコ乗りてーってこと？そこじゃないんだよな、そういう物理的なことばっかじゃなくて、なんかそういう。何？ああ、分かった。物理的なこと、あれか。ブランコに乗ってもっと宙を舞いたいとかそういう。違うよ。ブランコ乗って宙舞っちゃったら危ないよ。飛んじゃってるよ、それ。どういうことだ、お前は。難しい言葉こう。ほら、分かんねえぞ、そんなこと言われても。もういい。戦え。なんだ、おめえ。戦うんだ、お前はいいから。でもあそこのもう祭り今日だったんだ。今日とね、多分明日。あ、本当に。そうなんだったと思う。28、29って書いてあったけど。いいなぁ、そんな祭り。おい、こいつ雑魚いぞ。そっち祭りあんの？こっち祭りある。あるよ、祭りしかないよ。いや、すごい田舎にね、あのね、もう聞け。聞け。はい、いえ。聞けいいから。いえ。だから聞けって。いや、言えっつってんだろうが。お、言うよじゃん。言うよじゃん。はい、そこまで言うんだったら。はい。まあ、世の中は、ね、毎日に、月火水木金土日あるじゃん。それぞれな、それぞれの日、はい、祭りがあるかないかの二択なんだよ。それだけだ。まあ ね、それだけだ、俺が言いたいのは。今日は、祭りない日の方だった。そうだ。うん、明日も。そもそもそこら辺のそういう情報は仕入れてんの？わかん、あ、ある。来週花火大会がある。あるんだね。うん、ある側の方。あの、三千世界が残念なのにかわいそうな感じになってる。残念世界って言った今。残念世界になってるよ。俺の取るんじゃねえよ、残念世界を。いや、言ったっていうかね。俺の残念世界取るんじゃねえよ。残念世界になってるよ、でも。さっきから津波とか吹雪とかすごいことしようとしてんのに。ほら、封印されてるの一言で。片付けられてしまう。ちょっといいのかこれ。
いいのかこれ。ちょっとリセットしてやり直す。ずるいね。かわいそうになってこんな怖い顔してんのに。リセットしてやり直す。こんな怖い顔してんのにさ、吹雪とかやろうとしてさ、で封印されてるよって言って、ああ、そうですか、すいませんって。ああ、すいませんって。おにぎり握っときましょうかって。つってね。まあ、これ倒せるっしょ。もう余裕っしょ。なかなか硬いな。うん。硬いっていうか、ヒットポイントが硬い。そんなやってんのに。素晴らしい、お互いの弱点を補う。とか。なんか喋って術したかと思うと。こんないいこと言ってさ、みんな最後のね、いたちっぺ的なことをやろうとしても、やっぱり。もうだって、もう虫の息でしょ。三千世界は。なかなかシュールだな。新しい時代の夜明けぜよ。って踏みされてんでしょ。あ、術使えるようになっちゃった。使えるようになっちゃった。こっからはやんないでおこうか。やんないであげようか。そうだな。うん。やんないであげよう。俺たちもね、鬼じゃない。そうそう、ここはかわいそうだから。うん、ね。かわいそうだから。俺たち鬼じゃない。さすがにね。さすがにかわいそうで。そう。さすがにちょっと術使わせてあげたい。おお、すごい。おや。どっちが先だ。うわっしゃー。わっしゃー。クレイしやがった。わっしゃー。まさにけど。わっしゃー。わっしゃー。これはもうね、あれだよ。なんだろう。ヒロ、これ足の筋肉こんなすごいのにさ。網の上のメダカ状態で。ふらはぎに玉が入ってるようにあんな。本当だ。左。それを一切活かせてないよ。右ふくらはぎが。剣の使い手がいた。てか攻撃者じゃん。攻撃してきた。攻撃者じゃめた。え？あ、うわ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 。めちゃめちゃ強いしかも。は？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 なんだこいつ。なんだこいつ。え、やった。あ、これ閉めた。これ全レベル上がれ。あ、上がんない。一番高いやつじゃん、あれ、いわゆる。最後の攻撃だったんだね。そういうことだな。素晴らしい、素晴らしいぞ。ありがとうございます。俺の力に恐れを抱いて引退したことが恥ずかしくなる。いえいえ。それにしてもカルラメ。はい。俺が鬼の世界に疎くなったを幸いと助けを求めに行きよって。うん。どこまでも汚いやつ。なんだこいつは。昔から嘘の話を作り、故なき戦いをさせる癖が少しも治っておらん。すまなかったな、桃太郎。せめてもだ、我の力を与えん。まず仲間になるの？いや、遅いだ。桃太郎、いつかまた会いたい男だ。さらば。最後なんか。おう、6話だった。もう今更だ。最後の時点で63点。全回復した。あ、そういうことか。また他の部屋を見よう。てかもう一回見なくて。あ、危ね。他の部屋見たい？見たい人。一応見とこよ。え？一応見とこ。間取り？いや、間取りっていうか。間取りって住むつもりなの？あ、ここアイテムあるからさ。よし。これ協力団だよ。やった。やった。あれ？捨てなくてよかった。さっきなんか使ったっけ？技の先頭だよ。あ、先頭。もう忘れてんの？あんた若年性腱膨張じゃないの？一度医者に見てもらった方がいいんじゃないの？腹立つな。腹立つのり。腹立つのりね。腹立つのり。ねえねえねえ。うぜえな。腹立つな。え？腹立つな。腹立つお。腹立つお。梅宮立つお。ね。梅宮関係ないな。腹立つってんだろうが。え？えじゃねえよ。げ。カツオの叩きとタツオの叩き似てるって話したっけ？タツオの敵。タツオの敵とカツオの敵。タコワイトは東海みたいなこと言ってるけど。あ、これでまた下行けんじゃん。アイドルファンタジーとさ、アイドルファンタジーとファイナルファンタジー似てるよね。あ、もう。マジか。だから全回復させてくれたのか。ちょっと長めにやろうか。そうだね。多分、今回と次で終わりみたいな感じじゃあ、キャツラを倒そうか。行くか。そうだな。でもカルラ倒してバサラを倒すって感じだな。そうだな。うわぁ。ぐるるるるる。ぐるーん。走っていっちゃった。よし、話しかけたよ。キー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 。あ、いよいよラストか。キー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 月で大打王子吹き飛ばされて泣いていたのを思えば腕が上がったのか上がったではないでやんすか。エンマやアシュラ、フージン、ライジン、ヤシャーしてん、最後ラシャーモンとよくまあ鬼たちは
手なずけたものでガンス。おかげで俺様の威厳がどんどん落ちてしまったでゲス。あげくは俺様までとうとう虫けらのようなお前と戦う羽目になるとは。虫けらお前じゃ。大きな虎がわざわざアリたちと戦うのだからな。困った世の中になったでゲス。いや迷うなら普通に読む。迷い。困った世の中もすぐ元通りになるでやんす。この世を食らわせたお前たちが今日ここで死んでボリ。あらず。桃太郎、まずは懐かしいやつだと戦う、戦うゴリ。お前じゃねえの？物もかかりー。は？うわ。赤鬼もしかして。だ何？俺こういうの嫌い。懐かしい。あ、懐かしい。懐かしい。うわー、このひねり潰してやる。ひねり潰すわ、マジで。本当プチってレベル。プチだよ、これ。ほら、もうオーバーキルだよ。いらねえ、つづら置いてきやがった。絶対おにぎりだ、あんなか。絶対あんなかおにぎりだぜ。え？おにぎりだぜ。あ、俺、なんで鬼が握るからおにぎりなの？違うだろ、お饅頭だったよ。もっと下だったよ。いや、いらない。よっしゃ。さあ、次。え、なにこれ、何人と戦うの？もういっぱい戦うんじゃない？今までの経験上。100ぐらい。うわ、モマ。モマ出たよ、モマとかいたな。もうこれ、あれじゃない？何気さ、こう、卒業アルバム的なさ、本当だね、懐かしいやつと、ちょっと、ね、こう、振り返ってみるみたいな。見た目の割に強くなかったモマ。モマみたいなね。みんなで食べたモマ。なんだモマって。食べちゃって。なんだモマって。うまいのか。お、来た。お、ちょっとレベル上がってきた。ルマンとマウニュー仕様に。いたね。懐かしいな。馬鬼がちょっとね。馬鬼ってね、割と最近出たばっかだからね。俺たちとちょっとさ、ゆかりがあるんじゃない？馬鬼。こっちだね。いいね。次！おい、カモン。100人組手みたいになってるけど。100人組手だよ。次！はい、次！エイシャー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 ！お、雪女だ。お、ちょっとあれじゃない？ちょっと手応えのあるやつが出てきたんじゃない？人ひねりだけどな。雪女は俺が連れて帰るから殺すなよ。人ひねりだからね。もう遠慮ないよ、浦島は。人しねりだったの。え、浦島3回攻撃したわ。嘘。今3回攻撃したよ。あ、ほんと？うん。やば。浦島やばいな。あら、左側だけになった。なんで減るんだよ。なんだ、8つまみ。あ、あれじゃん。あちゃーっつって。お好み焼き焼くの失敗しちゃったーっつって。あちゃーっつって。あちゃーっつって。あちゃーっつって。ブナッとニコーン。弱い。弱いよー。次来るんかい。これこの感じで行ったらさ、どんくらいかかんの？まだあるの？あ、なんかドットが細かくなってきたよ。戦後期じゃん。勝ち越しょ来たよ。勝ち越しょ。勝ち越しょ出た。あの時強かったな、勝ち越しょ。うん、今一発だよ。一発だよ。喪失能もいたな。あ、そうか、そういうやつが。めんどくせ、最後の最後にそうだな。ダメ。そっか、あ、そうだそうだ。稲妻でいいんじゃない？守る。で、コナミとかやってみる。コナミでいいか。コナミ。コナミ。サザナミ。バカ野郎バカ野郎バカ野郎、ゴリのバカ野郎。バカ野郎みんなバカ。バカ野郎だけど。バカばっかだよ。意外と強いな。守る。さあ、津波。津波でいいんじゃねえ、もう。津波でいいか。津波、あ、いいね、津波。初めて使った。強い、津波。地獄に津波来んの？そりゃ地獄だもの。まだいる。あれ？なんか左側。左側なんか、違うやつ。茨城童子。あ、茨城童子いたね。はい、もう、こういう扱いになっちゃったよ、もう。ケツガヒョウもいたね。こういう扱い。茨城童子ってボスだっけ、うん、名前的に。わかんない。茨城童子1って書いてあるけど。いや、弱っ。茨城童子って、あれボスじゃなかったっけ？主典童子の左足みたいな、そんな感じなんだっけ？そうだっけ？手じゃなくて左足なの。うん。あ、雑魚的か。何も覚えてねえな。卒業アルバムみたいだな、本当に。長い。本当に長い。
サツサツ。あ、いたいた、あのろうそく乗ってるっつって俺笑ったもん、結構。前が笑ってたのは違うことで笑ってたな。そういうことで、あれ頭にろうそく乗ってる以外に笑うとこないだろ。サツサツガキ、節節ガキ、サツサツガキ、これサツサツガキじゃないの、わかんないけど。節節ガキってどっかにいたじゃん。本郷力か、長州力。さあゲームの鬼とか出てこないの、そこでキャラを。お、いいね、いい感じにひらりと交わしてくれた。よっしゃ、みんなびっくりするぐらい弱くなったんだね。ほんとだよ。お、あ、ちょうど連戦終わった、ここで切ろうか。まあそうだね、うん、いやでもそっか、じゃあいいや、切るか。うん、じゃあ次回ね、うん、ついにもしかしたら終わるかもしんないよ。ついにカルラですよ、次回。ああ、うん、ああじゃあまた次回ね。ああ、バイバイ、よろしくお願いします。